もうダメだ。味方もみんな死んじゃった。あの巨大建築の渦に飲み込まれてみんな行ってしまった。お前はどこで何してるの？草をまとって静かに終わりの時を待っています。さっさと突っ込んで死んでこいよ。これ、こっち側でも戦闘起こってて、もう四方八方塞がれた。超終盤の安全地帯の中央なんですよね。安全地帯の中央意外と安全説。うおお、なんか後ろから銃声近づいてきたけど、振り返ったら草が動いちゃってバレる。ちょっとだけ、ちょっとだけ見てみようぜ。ダメダメダメ、もうマジですぐそこまで来てるから。なんだよ、意外とこの草バレないのな。動きさえしなければ、本当にバレないんですよね。うおお、マジで後ろですごい音が鳴ってる。ちょっとだけ見てみましょうか。こっそりな、ゆっくり動けよ。あれ、これ二つの建築に挟まれてます。見えづらいな。キメイマルドローンカメラ回せ。呼ばれて飛び出てじゃ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 んとキメイマルでございます。少し時間を巻き戻した空中カメラです。どこに霊夢がいるんだ。画面中央のこの草の塊が霊夢さんですね。そんな何にもない場所にポツンといたのかよ。我ながら完璧な擬態ですね。これに気づけという方が無理がある気がします。前方にある建築バトルに夢中で、真横に敵が3人いますが気づいていませんね。しかもこの横の建築も結構激しいのに微動だにしないのすごいなお前。動いたら死ぬと直感が囁いてくるんです。3人中、二人前に出ましたね。残りは目の前の櫓にいるやつだけです。ついに私のレジェンダリースナイパーライフォーが火を吹くチャンス。そんなクソい装備持って光合成に勤しんでたのかよ。この塔の一番上のやつ、めっちゃ張り切ってますね。地味に動くから狙いにくい。外したらバレるぞ。一発で仕留めろよ。かなりの猛者っぽい動きしている。よく狙って、狙撃。ヒップショット。ケツでもいいダメージ出てるな。さすがレジェスナだぜ。あ、ダメだ。すごい勢いで味方が戻ってきた。これはさすがにバレたかもしれんな。いやこれバレてないわ。ワンチャン蘇生してるところ。このタワー丸ごと崩して落とすってのどうですかね。でもそれをするとさすがにバレるんじゃ。後ろにも囲い作られちゃった。壊さないといけないのは、その塔と今駆けつけた奴の違います。私はやってません。人違いです。違うぞ霊夢。別パーティの流れ弾だ。ちょっと待って、こんな平原に突然放り出されても、すごい、誰にも相手にされていない。アサルトライフルと勘違いしてスナイパー撃っちゃった。落ち着け、まだワンチャンある。ここは落ち着いても逆らきっちり仕留めていこう。サブマシンガンが確か今強いんだよね。リロードしなきゃ、落ち着いていけ。わかってたけどダメでした。建築で交渉を取った敵をロケランで崩して叩き落としたい。霊夢です。頑張って建築してる敵をミニガンと機関銃でいじめたい。マリサだぜ。今日はフレンドとフォートナイトやっていくよ。フレンド2名とノラの人1名のスクワットだな。この動画にはスーパープレイや生存戦略は含まれていないので、あらかじめご了承ください。ということで最初の街を無事制圧。ここまで24人の血が流れる大惨事に、プレザントパークに誰も来なかっただけだよね。ダダダダって、最初の街で死んだら悲しい気持ちになるじゃないですか。このゲームで一番楽しい時間って何かわかりますか？対戦相手との熱い建築戦だな。最初の街での安全な物資あさりです。もうお前別ゲームやった方がいいよ。動物の森とか、牧場物語とかおすすめだよ。牧場物語、最近新作出ましたよね。え、出たっけ？ほら、死体埋めたり、魔女狩りしたりする。グレイブヤードキーパーってゲーム出たじゃないですか。これ牧場物語シリーズじゃないよ。今回めっちゃ物資がいい感じ。機関銃、スコープ付きアサルト、グレポンって、フォートナイトやってるとは思えない構成。建築を指定したいプレイヤーにおすすめのデッキ構築。そしてここでケソポテトより心ばかりの贈り物。よっしゃー、ブッシュだ。フォートナイトプレイヤー推しといえど、ブッシュで大喜びする人は少なそう。それだって、銃撃つ時自分の視界の邪魔になるからな。皆さんはブッシュの素晴らしさを分かっていない。私はね、草の人と呼ばれるようになって早何年。こう呼ばれるようになったのは、今日という日にフォートナイトでブッシュ人気を上げるためだと思うんですよね。そういうゲームじゃないんですよね。まあ見てろって明治ブルガリアヨーグルト。全日本違法建築反対の会会長の霊夢さんが、元い全日本建築できない人の集い代表霊夢さんが、建築を否定するフォートナイトやっていくよー。けどあなた今木材集めてますよね。やることなくて暇なのと、パーティーにいる建築うまいやつに上納するためです。みかじめようじゃったか。甘栗の親分に逆らってはいけない。ということで、野良メンバーの親分が指示した方向に移動開始。日が暮れかけているのに、誰一人ではいませんでした。何がいけなかったんですかねー。慢心、環境の違い、というか敵が少ない方向に最初から降りてたじゃん。動画の撮れ高が一向にたまらないんですが、撮れ高先生機にするならそのブッシュ脱いでどうぞ。今これ水草のふりしてるんで、水没ノルマとブッシュノルマ両達成ですね。こんな遠目からでもクソ目立つ草の塊撃たれればいいのに。その見た目からキャベツとか甘草やキャベツ太郎とか言われてますけど、キャベツ太郎は全然違うだろ。そもそもこいつ一体何なんだよって話ですよね。そろそろこの動画何なんだよって視聴者思ってるぞ。キャベツ太郎に思いを馳せながら湖探索してたら置いていかれたでござる。残念でもなければ当然。こんな湖のど真ん中に、
そ目立つブッシュを置いていくとか、奴らには人の心がないのか。その目立つ自覚あるなら宝箱に釣られてホイホイ湖に入るなよ。そう、水に足を取られて前に進みにくい。ジャンプ移動すると目立つし、進行形でめっちゃ目立ってますよ。無事自ら脱出して休憩なう。もし、スクワットでブッシュをゲットした人は、他のメンバーから少し離れた、丘の上なんかで、敵が来ないか見張りをしてあげるといい感じですよ。もとい他のメンツとくっついてるとブッシュバレるので、はらばばばばばば、敵襲。敵襲。おいお前ら敵が来たぞ。何遊んでるんだ。敵を見つけたのにすぐに撃たない見張りの鏡が、しかし味方はまだ気づいていない模様。ここはお前がここでなんとか食い止めて。逃げるんだよー。自分がブッシュであることを忘れているかのような全力撃退。丘がいい感じに視線切ってくれてるんで大丈夫。今度はこっちの丘に回り込んで、相手との射線を確立しましょう。一人ブッシュじゃないのに、ブッシュと同じ動きしてるし合いねえか。あの人も私と一緒で PUBG に脳みそ汚染されてるからね。仕方ないね。さあ、野良の人が突っ込んだ。野良の人に射線を同期して、後ろから援護射撃。これにより、あの目の前にいるメンバーから発射されたと勘違いして、私がバレる確率が下がる。思いっきり味方をおとりに使うな。アサルトライフルとか機関銃は射線が大量に出てバレやすいので、やっぱ使うならハンティングライフルや、スナイパーライフル、スコープ付きアサルトとかですかね。フォートナイト実況、地味部門1位を取れるレベルの映像が続いております。建築が激しくなってきたので、少しポジションチェンジ、移動するときも味方の背中を索敵する。他の人の鏡、何でもええから早攻撃当ててくれ。まあ見てロッテリア、私はね、打ち合いじゃなければエイムいいというね。落ち着いて狙える環境さえあれば私でも当てられはずれ。ごめん、今かを叩くついでにクリックしちゃったわ。いやーいけないいけない。次はよろしく頼みますよキャベツ太郎戦。おい、私はキャベツだけど太郎じゃない。ほら、お前が外しまくるからケソさんがやられた。あいつグレコン自滅だからほっといていいよ。さすがケソ師匠ブレません。でかい回ってたんだけど、シールド全部剥がして白ダメまで見えた。誤差修正、これぐらい上でしょ。おマジで当てたのか。仕事は果たしたわ。はよケソさん起こしてあげて。まだ敵全滅してないし、しばらくそっとしておきましょうよ。起こすとまた自滅するかもしれない。雨降りが全部倒したからはよ起こしてあげて。すげえ張り切って前飛び出して、グレフォンで自滅するやつおる。面目ねえ。何か他に言いたいことある。その美味しそうなチャグチャグください。しゃあねえなー。ありがとうございます。この恩は必ずあだで返します。寿司修行頑張るんだよ。ほら、熱いお茶だ。自滅しただけなのに回復めっちゃ手厚くもらってて笑うわ。さらに時間経過して残り8人。私らのパーティー抜いたら残り4人。もっか他の人を狙った流れ玉が私に当たりそうで必死に回避中。一発でも攻撃に当たるとこの物資取れるんだよな。別名のダメージチェッカーらしいっす。最終アンチの丘を目指して全力で走る。銃声の方向的に結構いろいろな方向から聞こえてて、後にグループはいそうな感じ。そこの丘の上に今建築できたんで、先に丘を取られちゃったみたいですね。これは建築を使った巧みな距離詰めが必要とされるシーンか。雨降りが言ったぞ。お前も建築して追いかけるんだ。バカ野郎、なんのためのブッシュだと思ってるんだ。この混戦の中でも見つからないよう最新の注意を払う。それこそが真の草の人。これだけ目の前で建築バトルしてるのに目もくれずに草のふりをする。待っていたぜ。この絶好の使いをな。ハサミ階段を作る建築スキル、なかなかのプレイヤーと見受けした。だがブッシュの前には無意味。ごめん、そのまだ私バレてませんみたいな動き方やめろ。あとはそこに立てこもってる敵だけだ。うわそりゃあ、建築なんだ不足ない。やったぜ。なんでお前フォートナイトの動画作ろうと思ったんだよ。さあ、ラスト一人はあっちの山の上みたいですね。山の上に要塞作って極解出してきてるな。こっちまだ4人残ってるし余裕余裕。ちょうどさっきのスナイプと同じぐらいの距離。狙撃。ウェイ、ブッシュビクトリー。フォートナイトしてください。最後までブッシュ残らなかったのが非常に残念。しかも最後の弾は当たってたけど、倒しきれてなかったみたいだぞ。今日も寿司屋の朝は早い。新鮮なネタを求めて、今日もパラダイスファームまで来てしまったぜ。おや、なんか変な声が聞こえますね。おっとこいつ、息のいいキャベツが走ってやがる。あ、いつも気づいたら死んでる板前さんだ。不明よ、人気のされ方が激しく不明よ。やだ、私をさらってどうするつもり。そやー、お姉さんよ、新鮮なシャリの代わりにしてやるつもりよ。寿司ネタじゃなくてシャリの方なのかよ。新鮮なうちに店まで一っ走りだぜ。お願い、なんで前見てください。キャベツが邪魔で見えませんでした。この物資ほんと視界の邪魔なんだよな。寿司屋の兄ちゃんたちがパラダイスファームで寿司屋防衛戦している頃、観客席にいたキャベツの視点でお送りしております。純粋な疑問なんだけど、砂漠でそのブッシュって意味あるの？意外と生えてるんですよね。さ、ほんとだ。地面が砂地だから目立っちゃうけど、ブッシュ自体は結構あるのな。よし、絶好の狙撃ポイント。みんな、今から私がバシバシ抜いて援護してやるからな。え、
今のどうやって外したの？審判リプレイ。スーパー足カメラでのリプレイ映像です。とんでもない高精度の射撃により股の間を撃ち抜いています。まっさかカーニバル。やばい、味方がピンチだ。次は外すなよ。この間抜けな蘇生中をぶち抜いてくれる。審判リプレイ。スーパー足カメラでのリプレイ映像です。とんでもない高精度の射撃により腰のくびれを撃ち抜いています。おい、こんな当たらないゲーム3サイドに問題があるやろ。大丈夫だ、すぐに蘇生は終わらない。もう一回落ち着いてぶち抜いていけ。審判リプレイ。スーパー足カメラでのリプレイ映像です。一体、なぜ銃弾は体を避けるのか。素晴らしい針の穴を通すようなコントロールで再び銃弾は空を裂きます。ねえマリサ、もう私このゲーム引退してもいいかな。引退の件は後で話し合おう。今はまずこっちまで張ってきた雨降りを起こそう。ケソピーは何してんの？建物の真上で敵が私を探してるので私はここから動けません。精一杯かくれんぼしようと思います。頼れるのは雨降りだけだよ。頼むよ。私エイムはいいはずなのに弾が敵を避けるんだよ。エイムが良ければ当たるんだよな。あのスローカメラも死ぬほど納得いかないんだけど、何より納得いかないのは、2回も連続で同じ場所を撃ち抜く自分のエイムの再現性だよ。強く生きて、敵に囲まれてるお前もな。私はもう一度狙撃ポイントに行くよ。まだ懲りないのかよ。その後も何の成果も上げられず最終アンチの三つどもえの戦闘。みんなが建築バトルやらアンチの取り合いをする中、ブッシュで横槍を入れる作業をしています。遮蔽物も減ったくれもない位置で撃ってんな。バレなければどうということはない。残りの敵は二人。こちらは三人。三人のうち一人はブッシュで、一人はケソ B だけどな。頑張れ雨降り。お、ケソさんが突っ込んだ。援護しますぜ、うわぁ。全日本マシンガンラバーズの、銃声を聞きやがれ。素晴らしい弾幕と破壊。これはポイントが高い。ですが、いちいち打ちやめている点が原点でしょ。雨降りの建築は壊さないように、敵の壁だけをしっかり狙う、ブッシュを壊されないように、撃たれそうになったら身を隠す、そして最後建築バトルで上を取ったつもりの敵をラッキー接触。やっぱフォートナイトしてくださいよ。ケソさんがおたけびの弾幕ぶっ放してますね。ということで、皆さんもブッシュ。使いたくなったでしょう。1スクワットに1人、ブッシュマン元戦の人、ぜひ皆さんのパーティーにも入れてあげてください。ご視聴ありがとうございました。